さて、前回はですね、こちらシャリバン、シャイダンのネクストジェネレーションの新曲、いわゆる BGM ですね、こちらを先生に書いていただいた時のお話を伺いましたが、実際にレコーディングをする日、これを迎えた日のことをですね、ちょっと思い返してみたいんですけれども、まずですね、先生、思い返せばですね、私も会社員ですから、上司にですね、トランペットは2本、トロンボーンは2本にしなさいと、それで先生に書いてもらいなさいと、で先生に一応そのお話をさせていただいて、で前回見ていただいた方お分かりかと思いますが、まあ、バイク便で送っていただいて、譜面を開けたらですね、トランペットが3本、トロンボーンが3本になっていました、各1本ずつちょっと増えていましてですね、これはちょっと上司に、まあ、承認を取らなければいけないと、で、聞きましたところ先生が書いてきたスコアだったら仕方ないと3本でいきましょうという話になりましたけれども、この辺りのですねちょっとレコーディングのことも思い返してみたいと思います、はい、ですね、まあ、歌のバックですとね、トランペット2本トロンボーン2本でも4本で一緒に使えるんですけど、私の場合はブラス中心の曲が割と多いんですよ、こういうアクションものでは、ね、ヒーローものでは、そうするとですねトランペットがメロディーやってる時に下でハーモニーや、コードその他を別に鳴らすというね、そのブラスセクションだけ一緒にやるとは限らない、メロディーはトランペット、トロンボーンはハーモニーと、あるいはそこでリズムを刻むとかね、合いの手を入れるとか、そういうやり方をやりますからね、日本ではね中途半端になっちゃうんですね、トランペットは、まあ、日本でメロディーはいけるけど、ハーモニーが日本ではね中途半端になっちゃうわけですよ、どうしても、ね、やっぱり3本を使っちゃおうと承諾なしに使っちゃった承諾なしに承諾なしに最終的にはちゃんと決済されておりますので大丈夫です。なるほど、はい、で実際にレコーディングしていった順番で言いますと、まずストリングスからレコーディングを、はい、行っていきました。そうでしたね、ですね、でそこからブラスセクションですね、3本ずつで、撮らせていただいたと、いうような流れになっていました。非常に印象的に音楽の方レコーディングできたかなと思うんですけども、実際に先生ストリングスのレコーディング、そしてブラスのレコーディングに立ち会われて、まあお書きいただいたスコアが実際の音になって、聞こえてきた時の、感想と、お聞かせいただきたいんですけども、まあね、そういうスコアを演奏するということはもうしょっちゅうやってきたわけだから、まあ、思った通りの音にはなってますけどね、意外な効果というのはないですけどね、そうですね、ただし3本トロンボーンで3本使ったということはね、例えば弦のだけの音楽の中に、ブラスをトロンボーンでハーモニーに入れるとね厚みが出るんですよ、弦だけよりね、まあ、フルオーケストラの感じに近いものが出てくることもありますんでね、やっぱり良かったなと思ってますね、そうですね、私も3本3本で最終的にやっぱり先生がおっしゃっていることが一番正しいと、いうことに気づきまして、本当にリスナーの皆様にはですね、いいものがお届けできるんじゃないかなというふうに思ったりしています。そうそう、で、ね、私の場合はね、それやらないと、まあ、中名サウンドにならないんですよ、で今回の場合はだから、でしかもねテレビの場合なんかね、4本4本使ったこともたくさんあるんですね、4本4本、で演奏費が足らない場合は自腹切ってやったこともありましたから、なるほど、そしたらあれですね、次回先生と私お仕事させていただくときは、あと1本ずつ私の自腹でやるという感じでいやまあどうなるかそのような形で、実際に先生に書いていただいたスコアリングで、まあ、レコーディングをしていったという形になっております。実際にですねお聞きいただければ、今回の新曲も非常に熱い、厚みのある、そしてその中にも柔らかさもあるというような、中名サウンド、中名ワールド炸裂の、楽曲群になっておりますので、ぜひとも、ご期待いただければと思っております。さあここまでは、BGM、新曲の BGM に関して、中名先生にお話を伺いました。悲しみを超えた分心に強さが